はい、おはようございます。釣り子 TV です。昨日の島の辺に続いて今日はですね、ダイワの2018年のカタログ、これをですねペラペラと見ていきながら2018年の最新タックルの傾向をですね見ていければなということで撮影しております。ね、このまずは分厚い総合カタログですけどね、何にしろこの表紙がかっこいいですね。赤い D の文字に60イヤーズ、ダイバーフィッシングタックル2018ということで、なかなか重厚なデザインのこのカタログね。じゃあ早速ね見ていきたいと思います。まあトップページは自分さっきちょっとペラペラっと見ちゃったんですけど、もちろんあれですよね、イグジスト、18イグジストのこのかっこいい表紙から1枚目のこのページから始まるっていう感じですね。60イヤーズって黒の中に浮かび上がる銀色のイグジストっていうことでね、結構ほんとねシンプルな感じですけど、実物見るとね、これまあ写真がこうやって写ってるって感じなんで、またフィッシングショーとかで実際に触ってみるとどんな感じがよく分かってくるんじゃないかなと思いますが、2ページ目、その進化を体感せよっていうことで、すごいですね、こういうことになってますね。はい、あーこのページね、60周年記念モデルの赤いボディ、まあ赤いちゃんちゃんこに身を包んだですね、竿とリールっていうことで、磯竿からカワハギ竿ね、ブラックバスの竿からシーバスロットまで主力のですね竿たちがこうやって赤いカラーになって、2018年60周年を記念したモデルが、登場するよということで、3ページ目はこんな感じですね。でここからまたしばらく気候のページですかね、マグシールドから始まってモノコックボディね、ザイオン使ってるよとか、まあおなじみのアンチパックラッシュシステムとかですね、エアローターツイストバスターズとか、まあ、こういった機能ね、搭載しているよというところから、はい、きたー、これイグジストのページ12ページ目から始まりましたね。ライト&ターフっていうことで LT コンセプトっていうのが、まあ今年のダイワの基幹となる推しとなる機能だよということで、軽くて丈夫っていうことですよね。でデザインが載っていて、で LT シリーズのサイズ別対象魚目安表っていうのがありますね。小さいのはアジ、メバル、トラウトなんかにいいよ、2500番ぐらいからバス、エギング、トラウトなんかにいいよ、大きい番手だとジギングからショアジギングまで、6000LT は対応してるよとかですね。で糸巻き量があって価格ですね、2月発売予定でイグジストは6万7000円から大きな機種だと7万2000円っていうことで、まあ、店頭に並んだらいくらぐらいか気になりますけどね。もうだいぶ先行予約、釣り具屋さんでね早めに予約するよなんていうところは何割引きとかそういった値段も出だしてますからね。でイグジストのとこちょっと読んでみますかね。スピニングリールの新たな歴史を刻む LT の期間デビュー、ダイワスピニング60年の技術の粋を結集して生まれた18イグジスト、まずは手に取って感じてほしい無限を思わせる軽やかで精細な回転フィーリング、圧倒的に軽量だが同時に頼もしさを漂わせる剛性感、その驚きは釣り場で訪れるということで、ロングキャスト ABS がもたらす抜けるような飛び、負荷がかかっても軽く涼しげに巻き上げ続けるタフデジギア、どんな魚が来てもアングラーに余裕をもたらす精細で操作しやすい新形状ドラグノブと ATD、軽やかな操作性と、手のフィット感はこのリールだけが持つ独自の境地、オリジナルモデルはマグシールドラインローターを採用、ドライブギア軸もマグシールドボールベアリングで完全武装、
このクラスでは破格の防水性能を実現し、ウェディング時の浸水に怯えることもないフィネスカスタム FC モデルは、より繊細な釣りに特化し軽量ハンドルアームを搭載。またあえてマグシールドラインローラー、マグシールドボールベアリングを採用せず、軽量化を極めたアングラーの心を捉えたい、高揚させたいという思い、ダイワが社を挙げて磨き込んだニューイグジストスピニングリールの新たな歴史はここから刻まれるということで、大注目のイグジストから始まって2ページ目にカルディアとクリームスね、乗ってますね。まあ値段が21,900円から29,500円のカルディアで、それよりちょっと安く買えるフリームス、小さいのは15,800円から一番高いので20,000円ということで、お財布の具合と合わせて選べる LT コンセプトを載せた2機種が準備されているというところで、こちら側は、まあ、従来のやつで、セオリーに新しい番手1003と 2508PE っていうのが増えてますね。はい、こっちはもうモアザン海のシリーズですね。このダイワの海のシリーズって最近なんか攻めた色が多いですよね。ピンクが綺麗だったり、まあ赤黒、まああとはね赤と金と銀とかを、ね、組み合わせたりね。自分はこの X ワイヤーの1個前の型使ってるんで、これなんかは青がすごい映えてね、使っていて気持ちいい感じなんですけど、ブラックバスでもこの X ファイヤー結構ね使いやすいの、 P ラインとかね使ってますけども、はいはい。でスティーズ、タイプ1とタイプ2っていうのが増えるというところと、気になるのはこのタトゥーラじゃないですかね。これね、苦労したいとした感じで非常にかっこいいんですけども、新しく出るタトゥーラのスピニングリールで、これ LT が搭載されてますね。まあライト&タフということで、世界基準タトゥーラブランドを冠した次世代スピニング、ついに日本へ上陸ということで、バスフィッシングの本場アメリカでテストし、全世界に先駆けて先行販売を行ってきたベイトリールタトゥーラ TWS、 世界最高峰といわれるバストーナメント BASS バスマスタークラシックで、ランディ・ハウエルが見事優勝を飾った際のメインタックルである軽量高感度ロッドタトゥーラや、今やタトゥーラは全米でメインブランドへと急成長を遂げた。2018年次なるタトゥーラが目指したのは世界標準スピニングだ。 LT コンセプトでバスフィッシングを純粋に楽しめるスペックへブラッシュアップ。大口径ドラグノブはもちろん ATD タフデジギア、ロングキャスト ABS スプールを搭載し、基本性能を凝縮。エアリーなハンドル回転で心地よく意のままに感じるキャストフィールは至極の領域。タトゥーラがスピニングに新たな旋風を巻き起こすということで、5月ね、ちょっと先ですね。5月発売で、価格がね22,200円から22,700円で3機種 LT2000S、XH、LT2500S、LT2500S、XH ということで、3機種が5月に発売予定されてるんですけど、価格がね安いんですよね。あれ、カルディアとかね、もしくはフリームスプラスちょいアルファで買えちゃうっていうことで、このタトゥーラのスピニングね、ほんと気になりますね。これまあ自重が 170g から 190g で、カルディアもね一番軽いのは 170g からスタート、まあでっかい6000番はね、ちょっと重い 315g とかですけども、バスで使う2500あたりは 190g で、タトゥーラは 190g、 重さは変わらないで LT が積んであって、で、あ、ソルト対応、これは気になりますね。ちょっとねフィッシングショーでタトゥーラねちょっと触ってみたいなと思います。
で、こう、まあいろんなモデルね、安いやつから、いろんな値段帯で、リバティークラブ、ね、いろいろありますけども、でちょっと海のビールコーナーになって、はい、じゃあバスロットのコーナーを見ていきたいと思います。あー、ちょっとね細かい情報が多すぎて、これは読み応えがあるんですが、肝になるのはどこですかね。スティーズレーシングデザインスピニングモデルニュー、スティーズレーシングデザインベイトキャスティングモデルということで、どうでしょうか。非常に細かいんですが、新しく増えたのは1、2、3機種ほど新製品で増えてますよということで、まあ何にしても去年はね、このねレーシングモデル、レーシングデザインっていうんですかね、あの釣り具屋さんなんかでも触ることできますけど、非常に好感度軽量なシリーズが出て、なんと価格は驚きの9万1000円から9万8000円のモデルまでありますけどね、スティーズ最高峰はなかなかの、攻めた最高級系の価格ですけども、ちょっとね釣り具屋さんで触るのが精一杯ってところですかね。本当違いの分かる人はここら辺の9万円前後のモデル、えいっちゃえっていう感じで買っちゃうんでしょうか。ちょっとね自分はちょっと高いからね、釣り具屋さんで触るぐらいにしとこうかなと思いますが、まあロットの方は各既存の機種にプラス3モデル、こっちもねこのページも3モデル新しく増えたよっていうことで、 SC6111HSB っていうのと 6011L/MLXS っていうのとかですね、 661ML/LRSLM っていう感じで、3種類ね各ページ増えたりしてますよっていう感じで進んでいくんですが、どうだ、ハートランドですね。ハートランドもこっちはね4種類増えるみたいですね。ハートランドの6101とかですね、ハートランドの 7102L とか、結構細かくねそのコンセプトが書かれているんで、ここら辺はね実際にカタログ手に入るようになったら、細かく読んでいくと自分の好きなモデルの特性が分かるんじゃないかなと思いますが、ブラックレーベルにライギョにも対応できるようなんていう非常に強力なモデルも増えてくるということで、 72LH っていうやつですかね、モンスタークラスもカバーから強引に削り出すパワーを持たせたと、こういったのが増えてくる。ブラックレーベルのもね本当非常に機種が多いんで、自分のお気に入りの一本が見つけられるんじゃないかと思うんですが、ここ新しいのが非常に多いですね。エアエッジ、まあジリオンは前からあるとして、大注目してるのがこのタトゥーラエリートですね。自分これ釣り雑誌で見てずっと気になってるんですけどね、値段がまだ未定ですね。ただ3月発売予定っていうことで、これフィッシングショーに行ったら値段とかぐらい聞けるのかな。値段未定っていうのが台はちょっと多いんですよね。世界最高峰のトーナメントで戦うプロアングラーの答えがここに、大森隆弘シグネチャーロッド。気になってるのがこの 701MHRB の G ってやつなんですよね。世界最高峰のトーナメントで戦い続けるバンクビーター、大森隆弘の2本のメインロッドのうちの1本が7のクランキングロッド。大森隆弘が得意とするシャロークランキングはもとより、この1本のロッドでリップレスクランク、ワイヤーベイト、ブレイデッドジグ、スイムベイト、ディープクランクまで全てを対応。
パラボリックに曲がるロッドが多いグラスコンポジットロッドの中では珍しい7対3のファーストテーパーがシャローへのロールキャストなどアキュラシーキャストを確実な複セット可能してくれるっていうことで、表記ではねルアー重量2オンスまでおよそ 56g まで投げれちゃうよっていうグラスコンポジットのちょっと硬めのねこの白のこの一番上にあるやつなんですけどね、これが増えてくるっていうことで、タトゥーラシリーズだからそこまで、9万とかそういった感じには絶対ならないと思うんですけどね。ちょっとね今年はね固め強めのグラスロッドもしくはグラスコンポジットのロッド何か1本欲しいなと思っていて、ちょっと前のねエバーグリーンのグラスコンポジットのロッドなんか中古で探すと9000円とかで買えるからそういうの増やそうかなと思っていたんですけども、雑誌にねこのちょっと重めまで投げれる、大森さんが使っているタトゥーラエリートってのがリリースされるよっていう風に書いてあったんで、これをねぜひフィッシングショーで触ってみて買うか買わないかねそこら辺を見てきたいななんていう風に思うんですけども、デザインもかっこいいしね、1本で何でもできるよっていうそのコンセプトが非常に、おかっぱりでね1本持っていこうなんていう時に、で強めのなんていうんですかね吸い込みのいい竿ってのがあんまり持っていないので、ちょっと使ってみたい釣りとかがあるので発売時期とかがドンピシャだったら1本行ってみようかななんていう風に考えておりますが、まあそういう感じでね結構エアエッジにすごい追加の番手が増えて、かなりの数にエアエッジシリーズが、なるよってこういう風な感じですかね。あとはクロノス、ブレイゾンシリーズね、ブレイゾンバスロッドの本質を追求した実力派ロッドシリーズ、だいたい13,600円から14,400円で買える価格帯のブレイゾンシリーズが新発売でドコーッと出るよっていうことなんで、まあここら辺ちょっとどんなデザインになってるのかね釣り具、フィッシングショーで見てきたいななんていうふうに思いますが、で、トリプル B ね、モバイルロッドのコーナーがありまして、いっぱいありますね。でダイワといえばねルアーがやっぱりいいルアー多いですからね、伝説のピーナッツとかから始まって、海のルアーなんかねほんといろんな種類があって結構お気に入りで使ってるルアーも多いんですけど、はい、じゃあバスのルアーのページはどうなっているかという感じで、まあねカラーが新しく増えたりということで、スティーズスピナーベイトっていうのが4月に発売されるんですかね、テーパードワイヤー搭載釣れるアクションの具現化、とにかく使いやすいスピナーベイト、ね、価格が買いやすいですね、これなんか1100円からっていう店頭に並ぶと結構買いやすい感じになるんじゃないですかね。このスティーズポッパーなんかお気に入りで最近は使ってましたけども、でまあ針にねダイワのルアー全部サクサスってめちゃくちゃ刺さる針が標準装備でついてるからね、ほんと出してすぐに使えちゃうっていうのがいいなと。あ、これ面白いですね、デカピーナッツ2ブレードチューン、デカピーナッツ2にブレードとプロペラを搭載、ベリーのブレードは回転によるフラッシングと同時にボディに当たりサウンドを発生、テールのプロペラもサウンドとバブルを発生しサブサーフェイスでアピールを強化、4月発売っていうことで、ピーナッツがなんかすごいことになるんですね。このパワーフィネスジグなんかもねすごい使いやすいのと、ああよかった、Dスプーン型落ちしてないですね、買いやすくて動きも良くて、ね、非常に使い勝手のいい Dスプーンシリーズ、色もいっぱいあるしね、ここら辺がなかなかビッグスプーンってブームになりそうでブームにならないっていう感じで、いつなくなるのかって心配なんですけどね、アラバマリグなんてもう釣り具屋さんであんまり見なくなっちゃいましたけど、ビッグスプーンはねまだちゃんと取り扱ってくれてるみたいですね。ということでワームもまあ
ぱいあるけど、あんまりダイワのアームって使ったことないな。でもものすごい種類ありますね。あ、面白いなこれ。キッケルキッカー、カエルと虫のハイブリッドの生命体、エラストマー素材採用の、なんかものすごいめちゃんこ釣れそうな虫ルアーがスタンバイしてるみたいですね。価格770円で何個入りなのかな。色も綺麗で形もいい感じですよ。で針も結構新しく、ストレートトレーラーフックですね、スリムオフセットとかフィネスのガード付きの針とかが増えて、あとはワームチューブとか結構ね小物系も増えてくるみたいですね。ということでブラックバスに照準を合わせて見ていくとこんなところでしょうか。ただね他のところもね、本当ダイワってね、あのバッカンとか本当使いやすいのが多いんで、あのねついつい気がつくとダイワのバッカン買ってたりするんですけども、中古屋さんで見るとね同じの持ってんのに買っちゃったりするんですよね。というわけで、なんとなくパラパラと見ていきましたが、まあ、あ、チューニングパーツもね色とか素材とかいろいろ選べて、ミールハンドルなんかも自分のお気に入りにカスタムできる、スプールもカスタムできるよね。ほんと総合メーカーのほんと総合ってところが、うわすごい、落とし込みのリールとか今すごいことになってるんですね。あらららら、ら自重 68g、 しびれるモデルが多いですけど、あとそうだ、今年はあれですよね、量がこれもね3月発売予定で、巻きが変わるツルを実現する DR デザイン新生量が誕生っていうことで、ここら辺のねかっちり感も実際に触ってみてね、どんな感じか、見てきたいななんていう風に思いますけども、涼牙が久しぶりにパワーアップして出てくるというところと、あとこれですね、ジリオン TWHD パワーフィッシングを極めたジリオンの進化系っていうところと、あとねこのスティーズの ATW にですね、クランクに特化したですね 5.3 のローギアのモデルが追加になるっていうことなんですね。クレイジークランカーは CC ジリオンね、クレイジークランカーなんかほんと名作中の名作のリールですけども、クレイジークランカーの名前を冠したスティーズが増えるって、ここら辺もね注目ですね。あとは SV ライトリミテッドっていうことで、並木プロが提案するさらなる進化を遂げた SV コンセプト、ここら辺もね3月発売予定で、もう好きな人にはたまらないモデルになってくるんじゃないかななんていう風に思いますけども、ということでね、ダイワ60周年ということでいろいろなコンテンツ盛りだくさん、まあ、フィッシングショー行ってね、ぜひこのライト&タフのねイグジットどんな感じなのか、こうスッという感じでね持ってみたいななんていう風にますけども、はい、60周年おめでとうございますということで、ダイワのカタログを、本日は見ていきました。いよいよねフィッシングショーもスタートということで、東京横浜、今年は九州、あと東北の方もねいくつかの会場があるっていうことで、あとキープキャスト、名古屋の方でもありますよね。新製品の釣り具が全国各地で手に取れるイベント目白押しですからね、まずは、横浜で開催されるですねフィッシングショー楽しんでいきたいと思います。というわけで本日の釣り子 TV は、ダイワの2018年のカタログですね、これをパラパラとめくってみた、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。